ついに決着、でけえ悶着、うなる俺のヒプノシスマイク。キャラメルコップポーン。皆さんは冒頭の曲を聴いたことがあるだろうか。若者を中心に高い人気を誇り、100億円以上もの経済効果をもたらしているヒプノシスマイクの楽曲の一節である。ヒプノシスマイク、通称ヒプマイとは、ジャイアン役でおなじみの木村昴をはじめとする複数の男性声優によるキャラクターラッププロジェクトのことである。漫画やアニメが原作ではなく、音楽が原作のプロジェクトだ。音楽が原作だが、ヒプノシスマイクにはストーリーがある。女性が覇権を握り、武力による戦争は根絶された世界。争いは武力ではなく、人の精神に干渉する特殊なマイクにとって変わった。その名もヒプノシスマイク。このマイクを通したリリックは、人の交感神経、副交感神経などに作用し、様々な状態にすることが可能になる。兵器ではなく、言葉が力を持つようになった時代、人々はラップを使い優劣を決める。男性を完全排除した中央区と呼ばれる区画で、女性による祭り事が行われる一方、男性は池袋ディビジョン、新宿ディビジョンなどの各区画で生活しており、それぞれに代表の MC グループが存在する。池袋ディビジョン代表は、リーダーに長男の山田一郎を擁する三兄弟チーム、バスターブロス。横浜ディビジョン代表は、ヤクザ、警察官、元海軍で構成され、青ひつぎ様時がリーダーの、マッドトリガークルー。渋谷ディビジョン代表は、ファッションデザイナー、作家、ギャンブラーで構成され、雨村ラムダがリーダーの、フリングポッセ。新宿ディビジョン代表は、医師、ホスト、会社員で構成され、神宮寺ジャクライがリーダーの、摩天楼。各ディビジョン代表の MC グループがバトルをし、勝った地区は決められた分の他の領土を獲得できる。そうして男たちの威信をかけたテリトリーバトルが始まるのである。このヒプノシスマイクは9月2日にプロジェクト始動。 YouTube の公式チャンネルで発表された第1弾ミュージックビデオは、当時全く無名のプロジェクトだったにもかかわらず、 YouTube 急上昇ランキング3位にランクインするなど大きな話題を呼んだ。2019年9月には国内198館及び台湾10館にてライブビューイングも実施した上で、大阪城ホールで2日間のライブを成功させている。同日、リーダーにヌルでササラ要する芸人、教師、詐欺師のチーム、大阪ディビジョン代表ドツイタレ本舗と、リーダー払い空港を要する僧侶、ビジュアル系ミュージシャン、弁護士のチーム、名古屋ディビジョン代表バッドアステンプルが新たに加わった。2020年1月31日時点で、公式チャンネルの登録者数は70万人を超え、公開されている楽曲の視聴回数は100万回を優に超えるものも多い。中には3000万回を超えるものもあり、チャンネル全体の合計視聴回数は2億3000万回以上にも上る。声優陣の確かな実力もあり、フリースタイルダンジョンのオーガナイザー、ジブラ、日本の MC バトル大会で3連覇した R 指定と、DJ 世界大会で優勝した DJ 松永によるユニット、クリーピーナッツなどのヒップホップ界の有名アーティストからも楽曲提供を受けている。ヒプマイの活躍は楽曲にとどまらず、2019年までに漫画家と歌い家もされており、ラジオも放送しており、2020年以降もアニメ化やゲーム化が決定している。また、カフェやカラオケ店を中心に、すでに多数の企業とのコラボも実現している。もちろん、楽曲自体も支持されており、これまでにオリコンの週間アルバムチャート、月間アルバムチャート、オリコン、年間アニメシングルチャートなど、数々の音楽チャートで1位を獲得している。音楽チャートの他にも、第13回声優アワードで歌唱賞を受賞。1年間に国内外で活躍した個人や団体、キャラクタービジネスの施策を表彰する日本商品科研大賞に審査員特別賞を受賞している。アパレル、香水、ぬいぐるみなど約300アイテムが発売され、その経済効果は100億円超を達成し、今後もさらなる活躍が期待される。ヒプマイに出会い変わる世界、今後の展開にもう目が離せない。みんな見てくれてありがとう。動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくね。ベル通知ボタンも押しておくと、動画がアップされた時すぐにわかるから押しといてね。次の動画もお楽しみに。